イムランカーン・ニアーズ・イーは、パキスタンのラホール出身の元クリケット選手、政治家。現在、同国首相。1971年から1992年にかけて20年間以上もパキスタン代表としてプレーし、1982年から1992年までは、代表のキャプテンも務めた。1987年ワールドカップ終了後に、 一旦は引退したものの、1988年には、再びチームに戻るように呼ばれた。彼が40歳の時の1992年、ワールドカップではパキスタンにとって初めてとなる優勝を果たした。彼はテストクリケットにおいて、通算3807ランと362位決の記録も保持している。1996年からはパキスタン、正規運動議長を務め、 同等所属のパキスタン国民議会会員議員を務めた。決闘当初は一議席と規模は小さかったが、2018年7月25日党開票の総選挙では第一党となり、同年7月30日には少数政党や無所属議員との協力により、次期首相への就任が確実となり、8月17日の国民議会会員において首相に選出され、 8月18日に就任の宣誓式を行った。2019年9月に訪米し、9月27日には国際連合総会で演説。カシミール地方をめぐる争いが全面戦争になれば、大きさが隣国の1、7の国の場合、選択肢は降伏するか死ぬまで戦うかしかないとして、案に核兵器の使用を辞さないことを警告した。特化としても知られ、 事前事業にも積極的で1996年には世界的な資金調達により初夏とハヌム記念病院の設立も援助し2008年にはナマル大学の設立にも資金を投じたその他クリケットの解説者を務めているイギリス人の元妻ジェマイマ・ゴールドスミスはロスチャイルド家の親戚であるユダヤ人実業家ジェームズ・ゴールドスミスの娘である 2021年3月18日、パキスタンのアリフ・ワルビ大統領夫妻も接種した、中国のシノファーム製の新型コロナワクチンの初回接種を受けたものの、2日後の同月20日に、ウイルス検査で陽性となり自主隔離に入った。ありがとうございます。